反撃も想定していく、リンゴ。勝てるぜ、俺たちならな。よっ、私たちなら勝てる。ダメだったらフォローするさ。行くぞ。私たちなら勝てる。一鉢だな。警戒していこう。嵐の女神とダンスしな。邪魔をしない。こいつで行こう。無駄打ちご苦労様。いつも言われなくても焦らずに行こう。リスクがあるわね。はあ、いつもここはあなたに任せるよ。どうなのかな。こいつはどうだ。このテレビだ。どうするつもり。じゃあこれで。あっ、ガラ空き。まずはどうする。探ってみるか。へよ。甘いわ。無敵野郎さ。無駄だ。やるよ。この天秤と私たちなら勝てる。臨機応変に行くよ。支援を頼む。任せてくれ、リンゴ。私たちそれいいね。行けるはずだ。ぶっ壊す。そのまま倒れたりしないでよ、隊長。隊長、言われなくてもな。下駄履かせてもらうよ。絶対に巻き込む。下駄履かせてもらうよ。パワー。
強いぞ。よし、警戒しろ。これで、あー、ガラ置き。私たちなら勝てる。焦らせないで、消えなさい。テレビだ、邪魔をしない。こいつで行こう。あっ、行くよ。おっ、あ、勝てるぜ。了解よ。俺たちならな。立て直せる。サイゾウ、やってられねえか。サイゾウ、もうちょっとだ。アロー、いけるぞ。私たちなら、ここはあなたにも。必ず当てなさい、アロー。助言、感謝する。負けない。どうするつもり。かけてみるか。風ロ、大ダメージ。血に飢えた忍ぶたち、触れてやろうぞ。これならどう。早すぎ。やっちゃうよ。狙いが甘いぜ。遊びは終わり。臨機応変に行くよ。流れを変える。これがアイオンの戦い方。この戦い必ず勝とう。言われなくても。なめんじゃねえぞ。我慢は体によくないわ。いけるぞ。一安心だな。かせるぜ。それいいね。狙ってやれ。それでいこう。やること期待できそう。リンゴ頼む。分かってるよ。やることは分かるよ。やっちゃえ、サイゾー。従うぜ、リンゴ。さあ、宴の時間だよ。終わりか。楽しいパーティーだったな。どんなもんや、俺にだって。死ぬかと思った。お姉さん、 ありがとうございました。おお、よくやったぞ。本当にありがとうございました。って、こんなだったな。へえ、今知識も力も何もなかったしな。ただただ。才蔵はサマナーになったきっかけとかあったの。きっかけね。目的もなく街をフラフラしてる、いわゆる不良少。その時俺を救ってくれたとあるデビルサマナーにそのまま弟子。エクソシストとか超かっけーってな具合にな。軽。でも
デビュー戦の時に、今悪魔から助けたお姉さんからのありがとうが、それまで悪ぶってたのもあって、誰かに、それで才蔵はサマナーを頑張った。あの時の俺はイケてないガキだった。今何者かだ。あの頃よりも才蔵はずっと成長。成長ね。そりゃきっと初心みたいなものを忘れちまってるんだろうな。稼げる仕事だってのがだんだんと分かってきて、効率よく稼ぐためにファントムとヤタガラスの間、才蔵がストレスを感じてる。分け知り顔で仕事をこなして勝手に悩んでらせはねえよな。もしかするとアッシュと付き合い始めたのも。でも才蔵、アッシュと一緒にいる、たとえ逃げてたんだとしても、その、そうだな、俺はアッシュとの出会いを、サマナーの業に縛られない自由な世界を。ならやることは、ああちょっくら昔のように。ここだけの話だぜ。へえ。まあな。